どうも皆さんこんばんは、夏目さちのおけんです。リフレクソロジー天ぷら専門店新人スタッフのさやです。カリカリの天ぷらとやわやわな足の裏を提供します。よくわかんねえなもう毎回わかんねえけどさ、分かられちゃ困るんだよね。そうなんだ、そういうコンセプトだったんだということで今回ですねこちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、カサカサカレー、カレーカサカササカサカレー、カサカサカレー、カサカサカレー。はもう一回やろうか。まあ、いいということで今回こちらです。何がということなんだ。はい、お前には言われたくないこれを書いてるお前には言われたくない。いやもうこんなふざけてる場合じゃないのよ今日。いやもう今日の動画マジやばいから。マジでやばい、うん、超神回ですよ。そうやばいよ、はい、もうやばやばよ、もう語彙力こんなにないよ、うん、ということで今回やっていく企画はこちら。でどん、30万円使って超スーパー絵師に無茶振り依頼したら神を超えたイラストできる説。さらば地球。うわ、グッバイアースしてる。ということで、まあ、30万円使ってってどういうことっていう大金よ、はい、いやもうでもそれだけの価値があることをちょっと今回はやってみたくて。そうね、2021年最後にもうちょっと夢を叶えたかったのよね。そうね、まあ、実はねもう、まあ、来年漫画を描いていきたいと。漫画をちゃんと単行本として出版社さんから出版したいという目標で今、はい、はい、オリジナル漫画の制作をね進めてるんですが、まあ、僕たちは普段あまり背景は書かないことが多い。そうですね、キャラクター単体のイラストが多かったりとか、うん、背景も書くには書く時もあるけどぶっちゃけ自信はない、はい、背景書くのってまた別の技術なんですよね、うん、キャラクターを書く技術とはまた全然違う職人技というか。そうね、はい、漫画にはもう背景はもう絶対にあるからね、必須ですからね、うん、もう漫画を読んでる時にキャラクターがどこにいるのか、ストーリーの説得力が違うもんね。もう全然違いますよね、うん、あれをプロとして専門で書いてらっしゃる方がプロアシスタントというんですけども、はい、今回ジャンプで書いてたプロのスーパー背景アシスタントお金書いていただきます。うわー、ありがとうございます。もうおたけびちゃう、やばいジャンプよ。そう、今回ねご依頼させていただく方は漫画家としても活躍されてらっしゃるんですが、はい、あのジャンプの超人気漫画の背景を書いてらっしゃる、誰もが絶対知ってる漫画だからね、はい、言うても知らない人もいるでしょって思うじゃないですか、うん、ナルト見て、デスノート、鳥肌、もうね、鳥肌だって、はい、多分今ハエで出てったよ今、うん、鳥肌出てちゃった、出すぎてもうビッグ、もう本当にもうビビりすぎて、うん、あの夏目さんち以前配信でもご一緒したことあるんですけど、うん、ヘタマンっていうねアッツーと昴生のヘタッピ漫画道場っていうチャンネルを運営してらっしゃるんですが、はい、そちらのお二人に今回なんと書いていただけることになりました。ありがとうございます。いやもうこれはねかねてから実はあのコラボをぜひしましょうっていうのをお誘いいただいてて、ねうん、いや別にそのお金とか、そう言ってくださったもんね。いやお金とか全然そういうんじゃなくてコラボしましょうみたいな言ってくださってたんですけど、僕たちとしてはこんな素晴らしい絵を描く方々に対して無から有がポンと出てきちゃうのは良くないなと思って、むしろお支払いさせてくださいということで、うん、今回はあのお二人に15万円ずつご依頼金としてお渡しさせていただいて、はい、僕たちのキャラクターに背景をつけていただくと、フルパワーでやば、いやー楽しみ、はい、まあ、と言いつつもごめんなさい、YouTube というフィールドに踏み込んで来ていただいたからには、はい、こちらとしても、うん、無茶振りさせていただこうかなと思います。いやもうわがままクライアントやっちゃおうかなと。もう超わがままやるよ、もう盛りだくさんで盛りだくさんよ、もうこの後だからね、まずベース、はい、そうアッツーさんと昴生さんに書いていただくためにはまずキャラクターを書かないといけないので、そうですね、はい、まずはキャラクターのラフを作っていきたいと思います。ということで無茶振りをすると言ったわけじゃないですか。そうよ、超わがままボーイガールになるってことよ。そういうわけよ、うん、だからまあシンプルに書きたいけど書きたくないものをさ、はい、ここで書き出していこうよさやさん。あーそれって素敵ね、うん、まず絵を描くのではない、あの文字で起こしましょうよ、あそうしましょう、はい、絵も描かない、何のチャンネルこのチャンネルプライドはないんでしょうか。どうしようかな、まず一番は
ごめんね、何にも読めない。え、なんで、ちょっと待って、なんて書いたの、ちょっと待って。普段絵描いてるから字曲汚くてさ。この流れでその言い訳使う崩れてる建物。あ、荒廃した世界好きですもんね。うん、荒廃した世界好きだから。いや、私結構こう、なんていうの、なんかこう、オリエンタルっていうの、はいはい。アジアンテイスト。大丈夫ですか、あの、さやさん。タピオカドリンク。おかしいだろ、アジアンテイストからのタピオカドリンクは。あ、ダリンク。タピオカドリンクってなんだよ。新製品生み出すね。ごめん、普段絵描いてるから。時間なくて。うるせえ。そうそう、そういう雰囲気の。いいんですけど、さやさん。オリエンタルとかアジアンテイストとか言っちゃうと、あの、んと？んとが、んと？ルトがさ、うん、だってばよ、くない、書くなってばよ。巨大生物とかどう？あー、派生しちゃおうかな。崩れてる建物から巨大生物があるとすれば、骨、巨大な生物の骨。あ、楽しくなってきたね。あ、ちなみに夏目さんちゃんの骨から想像してお絵描きをするという動画を、あ、そうだね、あの、先日出しましたので、皆さんもしよかったらそちらもご覧ください。お願い、見てください。これも描いてもらおうか。これはいいです、いいです。あーまあ、なんかこの後ちゃんともっと描きますよ。ちゃんと描くんですけど、うん、ちょっとサクッと今、はい、僕たちのわがままを絵に起こしてみましょう。そうしましょう。はい。無茶振りするんで。はい。無茶振りするんで。よろしくお願いします。はい、スタート。さっき言ったものを載せる？そう、さっき言ったものをやっぱり反映させていきたいなと思っているのよ、私。ね、見て。ん？まるで囲んじゃ。そこは何？ね、見て。崩れてる建物。IQ3 じゃん。てんてん、同じ。嘘、その点々久しぶりに見たんだけど。巨大生物の骨。嘘じゃん。瓦礫。げんちゃん。廃材。僕、廃材と瓦礫の違いが分かんねえんだけど。日本語一緒やねこれ。じゃあコードとかもね。あ、コードとかも、ね、コードとかも含む、ね、あ、そういうね、不思議な生き物とかいてもいいよ。さっきの巨大生物とかさ、はいはいはい、そう、なんか巨大生物、巨大星人。間違えちゃう。ただの巨人やん、それ。新星人かっこ巨大じゃん。間違えちゃう。ダイマックスの姿じゃん。なんてこった。時間が余っちまったよ。楽しい、超楽しい。人に丸投げしちゃうからさ、うん、好きなもん書いただけなのよ、ね、文字で。文字で。これは実際漫画のプロの現場とかだと、はい、先生がある程度こう、大体のラフのやったりする方もいるし、もしかしたら本当にこのまま渡す人もいるとは思うんだけど、あ、そう、なんか今回は我々はなるべく無茶言わした、そうそう、あの、無茶言いたい、無茶さした、そう、神に無茶さす動画です。この謎の肝生物と携えてハンティングする、うん、はい、少女です、はい、うん、地球でもいいですよ、地球じゃなくてもいいです、はい、崩れてる建物があり、巨大生物の謎の骨があって、うん、瓦礫と廃材の中をこう、いいですね、いや、さやさんも普通の人にはとて会うことができなそうな、ちょっと不思議なお兄さん、はいはいはい、うん、あの、助言を与えるタイプでしょ、どうせ、そう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 、どうせ助言与えるんでしょ、そうそう、あの、うん、期待しているよタイプでしょ。この辺ちょっと CV 並みか、やめなさい。夢を見るのやめなさい、もう。確かに夢を見るのやめとこう。そう、あれは夢だね。あれは夢なの。あの動画は自分が見た夢がなぜか具現化されてる不思議だなという動画だということにしておいてください。はい、まあ、ということで今回こんなわがまま放題のラフをね、書いちまいましたがね。さてどうなるのか。さあどうなることやら。ということで早速、今日じゃないんですけども、はい、ちょっと後日、なんとうちにね、直接来ていただけるということなので、実際に直接これを仕上げておいて、はい、お渡しして。お願いしてみようかと、はい、思います。さあということで仕上げていくんですけれども、いきますわよ、はい、私も久しぶりにGペン握りましたよ、はい、ちょっとね、今回こんなに貴重な機会なんですけれども、ちょっと画質のねミスっててよ、録画の画質を。ゲイさんちょっとね、浮かれすぎちゃったのね。完全に浮かれて、なんか変な画質で録画してて本当に申し訳ないです。浮かれポンチの作画ということでございます、はい、まあね、こんなになんかこう、はい、かつてないほど他力本願な収録もないですよ。いやもう本当よね、はい、完成させていただくっていう、ね、そうです、後ろのもう背景に思いを馳せて、あ、ここはきっとこんな素敵なものが入るんだろうなっていう、ふわ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 っと、もうね、そう、もう私もね、こう、もうただただ自分の好きを詰め込んだデザインですよ、はい、もうこの子はもうどう見てもね。いや、そう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 、そんな感じですよね。いや楽しみなんだな。ゲンさんめっちゃ書き込んでますね。そうなんですよ。ああ、でも今なんかちょっと一瞬ゲンさんの夢みたいな、なんかあの、なんか夢が、主人という名の夢が映りました、ね、なんか夢が香ったな今。香ったね、今香りましたね、ふわっと。果たしてどうなるのか楽しみ。うん、
はい、ということで来てもらいましたよ今回ね。えさやさんねえやばいよ。今回の僕たちの無茶ぶりに答えていただくスーパー絵師の方をお呼びしております。どうぞ。エタマンのアツです。よろしくお願いします。パチスロ1番、漫画は2番、井上康生です。どうぞ。よろしくお願いします。新人漫画家のタイガミです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっと会えた。もうずっとこう何度かこう配信ではコラボはさせていただいてたんですけども、ありがたいことに、はい、本当にありがとうございました。こちらこそ、こちらこそっすよ。記憶が間違ってなければ、はい、コラボしましょうって話って、はい、多分2年前ですよね。2年ぐらいだったはず。何歳？まだいくつなの？視聴者の登録数が10万いってなかったはずなんですよ、はいはい、その頃で、そんな前でしたっけ。そんな頃に話をしてたんですよ。ああそう、一緒にやりましょう。はいはいはい、でなんだかんだコロナが来てしまい、本当に全然会えなくなっちゃって、よくやっと会えたって感じですよ。ようやくなんですよ。なんかでもほらズームとかでやらせてもらってたから、はいはいはい、あの初めましてな感はない。そうですね。いや、あと俺らが勝手に YouTube を一方的に見てるっていう。そうですね。そうですね。いや本当にありがとうございます。本当にこのご縁に感謝という、はい。まあ、ということで今回ですね、お越しいただいたアッツさんとコウセイさんとタイガさん、あのチャンネルで動画もね出してらっしゃるんですけども、そのチャンネルについてちょっとお話してもよろしいでしょうか。はい、ここ最近ね更新できてはいないんですが、忙しすぎてちょっと、そうですね、彼のおかげでというかせいでというか動画配信がねちょっとできなくなってます。その理由としては僕ら二人で、あの新人を漫画家にしようっていうあのチャンネルを立ち上げたんです。大それた。そうなんですよ。大それた企画の、そのコンセプトのチャンネルを見かけた時に、はい、うわーって思ったんですよ。やってると思ってこれ伸びそうと思って、僕気になっちゃって、はい、アッツさんこっそりフォローしに行ったんですよね、はい、それが2年前だと思います、ね、多分そうなんですね。いいね、はい、でデビューしてくれたんですよ。ありがとうございます。はい、ということでこちらです。そう、こちらです。アンサングヒーローっていうね、はい、今連載されてる漫画があるんですけど、はい、ここのスタッフというかなに僕も入ってるんですね。でお手伝いをしてるんだけど、はい、メンバーの僕らのヘタマンのメンバーの方も大河君のアシスタントをやっていたり、何人か入ってくれて、つながりがありがたいよね、はいはい、そうです。それがやっぱりねありがたいんですけど、はい、あまりにも忙しすぎちゃって、動画が2人はほぼ動けてない、動けないっていうぐらい、はいはい、もうなんかもう凄まじいスケジュールの話と漫画業界でびっくりトークをいっぱい聞いて本編の前に一回本編あったんですよ。ただ1ミリも流せないっていう、あの残念な本編があってそうなの。はい、まあ、ということで今回ですね、この後もたくさんお話をさせていただくんですが、そちらはですね、はい、夏目さんちの落書き部屋、こちらね下の方から見ていただきたいんですけども、落書き部屋の方で動画がたっぷり公開されますので、皆さんぜひそちらも楽しみにしてください。もう漫画とかイラストとか ね興味ある方は必見なので、必見すぎますよこれ。はい、キーなしかな。もう、うん、おー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 、みんな知ってるとんでもない方の名前とか出てくる、はい、もうバンバン出てきちゃうんでかもしれないかもしれない。そちらも楽しみにしていただきつつ、はい、はい、こちらのチャンネルの今ねやらせていただく企画は、先ほどねお伝えさせていただいた通り、我々の無茶ぶりに答えていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。もう震えてますよね。いやいや、そうですね。ちょっとじゃ あの今から僕たちが描いたキャラクターのところに背景の無茶ぶり指示を書かせていただきました。はい、怖っ。はい、じゃあちょっとイラストを早速出しちゃっていいですかね。じゃあさやさんからいきますか。はい、じゃあ私が今回描いたイラストはこちらです、はい、こちらです。おお、やばやばいな、よく見るね、この。そうですね。こちらで。でもね、はいはい、あの、キャラクター大きく描いてくれてるので、あ、仕事的にはだいぶ楽なんじゃないのっていう。だって、書く分ここだけでしょ、はいはい、なるほど、なるほど。追加されないでしょ。いや、一枚確かに開き出てる。罠だよ。罠だよ。罠、罠、罠。ぐーっとちっちゃくなって。めちゃくちゃ前傾が嫌だ。それは辛い。そういう経験もあったね。いや、逆で、こういう風に書いて、うん、がっつり書いたのに吹き出しで消えるってことありました。あ、でもそういうのは漫画だったらしょっちゅう、そう、しょっちゅうです、しょっちゅうです、まあまあ、吹き出しの面積エグってそうですね。じゃあ今回でもさやはこれ、はい、じゃあどんな感じの背景をちょっと指定が入るんですか。あ、そうか、指示がね。そうですね、なんかこうちょっと
とこうアジアンな感じにしたくて、アジアン、アジアン、なんかこう、はい、ちょっと遠いところにちょっとそういう建物が見えてるけど、なんかこう手前ちょっとこう不思議な書物とかでごっちゃっ、書物、書物とか室内ですか？あの何でもいいんです。あでも高い、も奥に建物ってことは比較的高い位置ですよね、はい、あそうですね、ね、なるほど。後ろにも街並みがちょっと見えつつオリエンタルかつ現代的みたいな。えそうそう、で手前にめちゃくちゃ情報あるな、ちょっとごちゃごちゃしてる、はい。まだこの現段階ではどっちが書くかって決まってないんですもんね。そうですね、今回見ていただいて、はい、お二人の得意な方を選んでいただこうかなと思っておりますので、はい、じゃあ僕の方、はい、こちらです。かっこいいんだよな、かっけーんだよ、緻密。今回でもめちゃくちゃ廃材があったりガラキがあったり巨大生物の骨で、うん、楽しそう、書くの知ってる、知ってる、うん、コード好きだよ。好きなんですよ。ありがとうございます。知ってる。知っていただいて。知ってる。知ってる。すぐコード書いちゃう。今回ちょっと迷ってて、これあんまり書いてないようにはしてるんですけど、はい、ちょっと押さえてはいるけど、今回これが、はい、その、ちょっと乾燥地帯なんですけど、これ水袋がついてるんですよ。水分を供給できるように、首周りにこう水袋がついてて、すごい最近見た映画に影響されてるんですよね。そうですね。なんとかね、そんなドゥーンな感じ。そんなデューンな砂の惑星な感じになってる。でもすごい絵が見えてきたな。崩れてる建物見えてきたな。あ、マジで？え、こっちやっちゃう感じ？やっていいんですか？お願いします。お願いします。描きたいものが俺も似てるというか、その背景の部分で好きそうな、多分この辺とか東京タワーとか多分壊れてると思うんですよね。あーそういうのでも、え、なんで俺に東京タワー描かせるとしたすごい作画ポスト具体的な建物出た時点でなんか正解出ちゃうから。そうですね、ポストバカバカ一気で橋とかね。いや黙りなさいよ。本当に黙って、作画ポスト上げたい、作画ポスト上げたい、無理上げたい。少し覚えてるよ。じゃあ私の絵を、あ、じゃあこっちの方僕がやりますわ。ありがとうございます、はい、お願いします。ありがとうございます。アツヤ、もうこれも建物は、うん、もう東京タワーで奥に見えてる高い建物。アジアの、確かにアジアの、アジアには先生のでもイメージは多分そっちじゃないですよね。インド系とかそういうブロックとかのイメージなのかなと思ってたんですけど、ブロックのね、はい、あと絵柄的にもしよければ、はい、ナルト風とかにしちゃいましょうか。出た、聞いた？せっかくだし。フォートナイトのやつ。違う違う違う。最近ね、最近の子はもしかしたらそこから出るかもしれないですけど。ナルトって知ってますよね、皆さん。もう少年ジャンプの大ヒット漫画の。え、やば。いや、もうアッツーさん、ナルトの背景アシスタントされていたっていう、あの世界観ですよ。そう、あの世界観、みんなが好きな。もうこれぴったりだよね、でもこの下谷さんの絵がなんかね、合うかなと思ったんで、ね、うん、ナルトに、はい、あのタッチの、ええ、いやもうデスノート風とかでもだいぶデスノート風、いやいや、え、これ受け取ったその日に私のところにピンポイントに隕石降ってきてるでしょ。あのぐらいでチュンって、アンドアンドラックとかじゃないんだけど。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ますこちらこそ。じゃあもう今から早速、はい、お二人にこの場で今すぐ書いてくださいというわけにはいかないので、はい、ちょっと今から書いて、持ち帰らせていただいて、はい、はい、書いていただきたいと思います。思います。はい、それではご覧ください。どうぞ。うわー。もうすごい。もうラフが。すごい。こうなるんでしょうけど、こうなるんですか？すごいな。もういきなりなんかこうさ、うん、ラフにベタが入ってるんですけど、ね、そのベタがもうすごいかっこいいんですよね。もう奥行きを感じるしね。ね。ああ、質感が。お、こちらはアッツーさんの作画ですね。はい、こちらアッツーさんはもうね、コウセさんはデジタルなんですけれども、はい、アッツーさんはアナログで。アナログでまずこうパーツを描いてる感じだね。そうだね。それぞれパーツを描いて後で合成する、うん、そんな感じみたいですね。あー、なんかすごい定規出てきた。あの定規、さやさんが目隠しで買い物するとき買ったやつ意味もなく買ったやつ。あ、ほら見て、生まれたわ。すごい、ダパーン、ダパーンって、さやさんのふわっとした、ふわっとしたこの筋が、ふわっとした大きな生物とね。お、あ、すごい、最初にこうザクッと入ったベタからね。そうですね、ここ詳細を詰めていく
うわ綺麗に入っていく。すごいなんかもう見てて気持ちいいもんな。シャーってあるシャーって、すごいなんか鳥肌立ってきちゃうもんねこれね。シャーって、うおー、うわーこれもまたミリペンの、ねえ、もう ミリペンがもうあれですよ、もうほんと徒党を組んでみんなでパーティーをしているようですね、はい、全然わかんねえよ意味がわからないよ解説、もうやめなさいよもうもうすごい、もうすごくて、あ最後完成していろいろ組み合わせている、組み合わせている、ね、最後、うわー待って待って待って、あやばいやばい、どうなっちゃうの、え、やばくない、やばくない、え、ちょっと待って、マジトーン、マジトーン、マジか、はい。ということで、今、皆さんはもう作画の映像を見てると思いますが、はい、じゃあ早速ここで画像が来てるので、はい。はい。まあ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。じゃあまず、僕の方から行きましょうか。はい。はい、僕の方、昴生さんに描いていただいた巨大な骨、廃墟、瓦礫。いきます。せーの。うわー、かっけー、かっこいい、やばー、やばいねこれはもう、えすごっ、でも黒いところの入れ方がかっこよすぎるしさ、しかも見てほら骨にコードがいっぱい巻きつけて、ね、骨にまでコード巻きつけていただいて、なんかもうすいません、なんか趣味を網羅していただいたような、建物てかなんかこうなんか飲み込まれてるね、何かこう機械文明に、ね、ちょっとなんかこうストーリーがさ、ね、出てくるよね、何に襲われてこんなに滅びちゃったのかって、でどこで戦ってる少女なのかっていうのがね、かっこよ、もう鳥肌ザッてした今、ここで歩いてったねまたね、また出ちゃったね、うん、なんか鳥肌ポポ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 ーンってゲンさんの腕から出てった鳥肌たちが今ダンスパーティーしてる楽しそうで何よりこんなとこにいられるか俺はダンスパーティーをするっつって、もう今腕から出てった、すげえ、すごい、ありがとうございます、ありがとうございます、やばい、語彙力なさすぎてなんて言っていいか分かる、すげえ、すげえ嬉しい、ねえ、めちゃくちゃ嬉しい、感激だよこれ、てか書き込みめちゃめちゃしていただいてるんですけど、うん、でもこんなにいろいろある瓦礫なのに、うん、でごちゃごちゃしてないって感じなんだよね、じゃあ次はさやさんですよ、いやそうさやさんで、さやさんだってもっとわがまま言ってるからね、さやさんだって街がいいなとか言ったからね、うんうん、謎の和のオリエンタルというか和のね、いやもうそうよ、うん、もうタウンでストリートってことよ、はい、それはいきます、某忍者風というなんかこうやばい言葉をいただいていてそわそわしてるんですけども、次行くってばよ、やめろってばよ3、2、1、10、うわすごっ、どこの里ですかね、え、どこの里、え、待って、え、でもさ、でもちょっと違うよ、でも違うよ、違うよ、うん、やっぱなんかちょっとインドというか、なんだろう、タイ、インド、なんかわかんない、そっちの東南アジアの感じも、感じがある、あるよね、けどなんかこう現代日本の感じもある、区内刺さっちゃってるし、区内刺さっちゃってる、区内刺さっちゃってるし、お前が巻物なんか書くから最初から、でさやさん、ちょっと欲張っちゃった、すごい、やばい、え、このなんか街のさ、なんかこう円形感すごいし、見てこの、何これ何これ何これ、そう、なんかドシャー、あ、これだ、そう、私の言った大きな生物、大きな生物っていうかクリラ、拡大しても綺麗な線が綺麗ですよね、アナログですよ皆さん、そう、昴生さんは今回デジタル作画をしていただいてて、はい、まあ僕もデジタルだったじゃないですか、うんうん、絵が、アッツーさんもさやもこっちどっちもアナログだね、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとデジタルでくっつけてはいますけど、うん、処理はデジタルでやってるけど作画はどっちもアナログなんで馴染んでるね、そんで雲の描き方とか超かっこよくない、雲がかっけんだ、めちゃくちゃかっこよくない、表紙だもん、もう表紙だよね、もうだってなんかさ、コミコミックスのさ、いやコミックスの扉絵よ、そう、うん、扉絵センターカラーこれ、いやそう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 、だってさやなんか描いたさ絵だけじゃこんな世界生まれてこないね、いや生まれてこないよ、いやこれはすごい、もう二人もさ、まあ、すごいの当たり前の知ってるよ、ね、え、それ知ってるんですけど、うん、当たり前のこと言っててちょっと大変失礼なことにはなってるんですけど、すげえ、すげえ、もう本当にありがとうございます、なんかこう僕たち本当になんか漫画家をもともとは目指して挫折して、なんかこう細々と絵描きとして食いつつも今ようやくこのさ YouTuber の方に来たわけじゃん、そうね、ね、うん、そう絵描きの YouTuber っていう方に今やらせていただいててさ、うん、漫画家の方へもまたこうちょっとずつ夢を追いかけたいっていうタイミングでのこのご褒美というかさ、もう本当よね、夢が叶った時って、でもこれ過言じゃないでしょ、いや、てかもうね若干叶ってんね、僕はちょっとね、うん、夢があって、あ、夢というか、うん、自分が描いたキャラの背景に、うん、プロの作家さんに後ろを入れていただきたいなと思ってた時が、あってか思ってたのよずっと、うんうん、なんか先行で叶えてしまって、なんか叶ってしまったよね、
もうこれちょっと額に入れるしかないでしょ。もう弦が額になるしかないでしょ。俺が？うん。俺が額になる？うん。もうなりな、こうやって。うん。持参。うん。うん。次回弦額になる。ありがとうございます。嬉しい。もう未来の僕たちはすごく喜んでます。本当に。はい。ということで過去の我々、そして過去のアッツーさん、コウセイさん、タイガさんに戻したいと思います。はい。本当にありがとうございます。大感激です。本当にありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。さあ、ということで素晴らしい背景が入ったのをおそらく未来の僕たちが見た後の映像だと思うんですが、これはそうなん、ちょっとね、ちょっと時系列ふにゃふにゃなんですけど、時系列ショップをするってすごい、なんか大丈夫なのか俺ら驚いてくれてんのか、この前のケンさんとサヤさんはよ、嬉しすぎて多分来週から夏美さんとサヤさんいないかもしれないですけど、すごい影響じゃない消滅しちゃったら感動ファーってそうはい、いや本当にお二人もありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ということで動画の最後になりましたが、最後お知らせがございます。はい、今あの講談社様のコミックデイズっていう、まあ、漫画アプリがあるんですけど、そこでアンサングヒーローっていう、まあ、そこにあるですね、単行本ですね、はい、アンサングヒーロー書かせていただいてて、はい、この漫画ざっくりと、はい、まあ、どんな内容の漫画かと言いますと、うん、舞台はレコード会社、うん、でして、まあ、レコード会社に勤めてる、まあ、新人の社員さんの男の子ごめんくんっていう男の子がいるんですけど、ごめんレコード会社の新入社員、まあ、その人が天才アーティストの女の子と出会う、はい、でその子を何とかして世に売り出していこう、うん、で奮闘する漫画ですね。お仕事漫画ですよね。そうですね、いわゆるお仕事漫画、めちゃくちゃ詳しいよね。そうですね、結構レコード会社さんにも取材をしっかりと重ねて、まあ、原作さんが一生懸命作ってる感じの漫画なんですけど、まあ、僕も作画担当なので、まあ、ネームが届いてネームを元に原稿に起こすっていう作業なので、ネームをまあファンとして楽しんでるんですけど、で、まあ、今その単行本1巻が発売しまして、11月18日に、はい、ありがたいことに、はい、おめでとうございます。まあ、その単行本の、まあ、1巻が出たんですけど、はい、週刊連載っていうものは結構そのすごいシビアなものでしてとってもシビアで、はい、連載が続くかどうかっていうのが、はいはいはい、1巻の売れ行き、そうですね、厳密に言うと、はい、発売してから1週間の初速で、はい、連載がもう続くかそこで終わってしまうかっていうのが決まってしまうんですよ。でどれぐらい売れればいいかっていうのが、まあ、1週間で刷った単行本のだいたい 30%、 最低でも 30% 以上で、半分以上出ればもう確実に続くし、重版がかかるっていうことなんですけど、現状そのアンサングヒーローの第1巻が売れ行きが芳しくなくて、もともとね、連載媒体がウェブっていうこともあって、はい、あのまだ数字は分かんないけども、うん、ダウンロード版は売れてるかもしれないんですけど、この場合紙を買っていただかないとってことなんだよね、はい、そうです、確かに、ね、コミックスっていう、うん、このそうですね、重版ですもんね。そうなんですよ、もうぜひとも紙で、はい、紙の単行本を買っていただきたくて、はい、で、ね、あの、そう、僕、手伝ってるんですよ。はい。がっつりここのチーフをやっていたので、キャスターのね、はい、今現状は。なので、二人の生命線なんですよね。これに全てかかってますね、はい、生活命が込められている、はい、魂がこもってる、そう、でも本当に僕職業漫画がそもそも結構好きで、お仕事漫画好きな人にはめちゃめちゃおすすめだなと思ってて、あの主人公のごめんくんと、うん、まあ、ジャムちゃんギターが ねめちゃめちゃギターと歌がめちゃめちゃうまいアーティスト、そう、その子たちのキャラが本当に良くて、うん、僕とさやからのもお願いでもあるんですけど、僕は続きがすごく読みたいんですよ。あのすごいこれ私利私欲を満たすためだけに皆さんにお願いをしてしまうんですけど、続きが読みたいので皆さんぜひあのアンサングヒーローを買っていただきたいです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あの、はい、まだ彼 23 です、ね、でこの画力です。いやもうこれすごくないですか。でも化け物ですよ、やばいんですよ、化け物なんです。23の頃僕まともに人かけてたかなっていう、なんかいやマジでそうですね。いや本当に俺何してたの。ああ
ジャッキーチェンゴック。そう23でジャッキーチェンゴックだいぶやべえやつ。でも本当にもうあの皆さん読んで後悔しない漫画ではあるっていうのはもう本当に夏目さんちからも体験できますので、うん、いやそのアーティストのねジャムちゃんが歌ってるシーンを見てほしい、見開きで、うーん、あの迫力を、かっこいいから、そうめちゃめちゃかっこいいのと、やっぱりあのウェブもいいけど、うん、コミックスで見るとやっぱまた、そうなのね、違うので、なので皆さんぜひあの概要欄の方かもしくはあの動画の右上の方からその購入できるリンクが貼ってありますので、うん、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。お願いします。それでは本日のゲスト、アッツーさん、コウセイさん、タイガーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。した、そして落書き部屋の方ではこの後もトークがありますので、最後までご覧ください。バイバイ。バイバイ。